職業イラストレーター、ゴルフ歴20年、ハンディキャップ7、腕前はシングル。しかしドライバーがとにかく飛ばない男、野村武雄。はい、皆さんお待たせしました、今回で2回目となる、野村さんを飛ばし屋にしようというコーナーですね。はい、はい、そうです。私、2回目務めさせていただきます、はい、谷正樹と申します。野村です、よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。ゴルフ雑誌をはじめ数々のメディアから引っ張りだこのイラストレーター野村武雄、ゴルフ好きが高じて自らのブランドゴルフバカをも立ち上げた、バカがつくほどのゴルフ好きだということでですね、私が来たからにはもう安心です、はい、もうお願いします。本当に困ってます、はいはい、時間にして約8分、はい、ボールにして約15球で直したいなと思っております。はい、はい、ありがとうございます、はい、今までの苦は何だったのかということで、本当にもう無駄なことをずっとやってきたのかなっていう気が本当ですか、はい、僕はすごい夢があるんですね、はい、ブラックジャックになりたいんです。どこ行っても治んなかったけどうちで治ったみたいな。なるほど、高いっていうことじゃないですか、はい、でもあ、まあ、そっちはそっちだ、こっちの方が、まあ、そっちはそっちはそっちで飛距離不足に悩むこの男、プロコーチたちがあの手この手で飛ばし屋へと変身させる。目指せ270ヤード飛ばない親父改造計画。